皆さんこんにちは、エギング島のインストラクターの湯川正孝です。アユインストラクターの坂本忠です。これアユの特徴ですよね、はい、そうですね、僕間違ってないですか？大丈夫ですか？間違ってないですね。あ、そうですか、はいはい、今回はアユ釣りに興味があるアングラーさんに向けて少しアユの釣りっていうのを語っていこうと思います。はい、はい、実は僕もあの数年前からドハマりしておりまして。あ、そうなんですか。はい、いやいやいや、兄貴によくね連れて行っていただいてるんですけども、初めて知りました、はい、っていうのは冗談でね、はい、もうほんとここをね、はい、数年もう毎年 ね、はい、一緒にやってますね。はい、クズ流のお笑いマスコットキャラクターとしてもうそうですね、はい、最近ではもうクズ流側に僕結構調校するじゃないですか、はい、そうするともう、はい、湯川さんは今日は来てないんですかって言われるぐらいもうクズ流側ではねもう人気者になってますからね。ありがたいことで誰も釣果を聞いてくれないですからね。あ、そうですね、そうですね、面白い絵撮れましたかって皆さんに聞かれますけどね、はい、そうですね、はい、ペギングする人とかでも結構ね本当にアユやってみたいという人が多いみたいで、あ、楽しいですからね。そうですね、はい、僕もねもうアユ釣りのねシーズン終わっちゃうと、はい、オフシーズンはもうずっとねあのサーフでヒラメ釣りやったり、あとは、春になったら渓流でね、はい、ミノーイングしたり、はい、僕 もオフシーズンずっともうルアー釣りをやるんで、そうするとね本当に、ね、共通点とかも多いと思うし、でまたルアー釣りをやってる方だと本当にハマってもらえると思うんですよね、友釣りって。そうですよね、シーズンがほんでね被らない時期にできるターゲットとこうできるっていうのがね、はい、エギングなんかもそうなんですけど、初夏とかねこう夏入ってきてちょっと新子とかになってきたらやっぱり小さいイカになってくるんで、ちょうどその時期にアユができるんで、秋に入るまでは結構アユの方が調校回数多くなるんで、年々調校回数増えてない？そうですね、結構多くなってますね。やっぱり面白いしラインテンションの管理とかも共通点があったり両方に通ずるとこがあって、やっちゃうとルアーの釣りもまた上手くなるかなとか、ね、あったりとかで本当に楽しいなって思うんですけど、ルアーだとねそのルアーを操って魚に口を使わせてっていうことだけども、はいはいはい、アユのね友釣りっていうのは本当にもうあの生きたおとり、うん、それをね、ルアーに置き換えてもらって、また生きてるものなんで同じ動きをしない、うん、あの個体差があって、ね、ね、大きさも違うし、はい、それをねどう動かして、はい、ノアユにアタックさせるかっていうね、うん、もう操作してかけていくっていう、ね、釣りなんで、思うように生きてるものを操って、ちょっとでも本当ねテンションのかけ方失敗したらもうアユが泳がなくなってゲームがつながなくなってって、そうだね、悔しさもあり、でもね、うん、うまいこと入った時に釣れた時の楽しさもありみたいな、どん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 こうで釣れていくとね循環が良くなって、釣れるルアーがずっとあるっていうような、ね、感じでね、そうそうですよね、少しね、はい、あのおとりが弱っちゃったりとかしちゃうと、うん、一気にかからなくなるっていう、確かに、ね、死にそうになったおとりなんていうと、もう、はいはい、リップが取れちゃったルアーみたいなさ、あ、そうですね、もうこれじゃかからないよみたいな、そこでどうやってこれで釣ろうかなみたいな、ね、そう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 ね、感じでね、うん、無理やり重り打ってルアー感覚で引きずってみたいな感じになったりとかね、うん、共通点はすごいあるんで面白いのは面白いですね、やっぱそういうとこも、そうですね、はい、だからルアーとかねエギングとかさ、うん、真剣にやってる人だと1回でもハマっちゃうんじゃないかなっていうようなね、難しさもあるけども奥の深さで楽しさっていうのもあると思うんだけど、何て言うんだろう、一番はやっぱりアユ釣りっていうと道具がめちゃくちゃ高くて、そしてまたねそんな感じなんで敷居も高くて、こうポッと入っていけないってすごく言われたり思われてる方が本当に多いと思うんですよ。はい、そうですね、うん、今でも結構ね安価なもんも出てきてるんでね、うん、実はそんなにめちゃくちゃ高くなくて、一回揃えてしまえばほんでもういけてしまうっていうのがね、そうだね、すごいありますもんね。本当道具で言ったら竿、玉網、引き舟、足袋、こんだけあればねもうずっといけてしまいますからね、うん、もうね竿なんかも本当にねもうピンキリで、うん、まあ高いところは本当に高いのあるけども、うん、本当に入門編からね、あとは今までいろんな釣りをやったことがあるっていう人なんかに、あ、このぐらいの金額でアユ釣りが始められるロットがあるんだなんていうね、ちょうどいいのがね今回出てね、このそうです9ヤード、はい、これがね種類がね14種類出るんですけども、はい、長さがね6メーターぐらいから 9.5 メーター、そしてね調子もね柔らかい調子から
そこそこ大きい魚まで取れるようなね、ちょっと、強い竿まで出てるんで、本当に、ね、自分が行く河川、そういうところに合わせて自分があそこの川で鮎釣りを始めてみたいとかっていうとね、もう釣り具屋さんとか、そういうところであそこだったら、どのぐらいのどんな調子がいいですかなって聞いてもらえれば、じゃあこれがいいですよって14種類あるんで、それはでも絶対に合う竿がこの中にあると思います。いや、そうですよね、本当にね、行く河川によっては変わるから、聞いてもらったらね、絶対選べるもの何か絶対ありますもんね、うん、そうだよね、ロケの時もさ、ゆか君にも使ってもらったけど、はいはい、面白いよね、めちゃくちゃ楽しいですね、ね十分に引きは楽しめるから、うん、はい、粘りもあるしさ、うん、変に気を使わなく、まあ鮎沢だと長くて折れやすいとかってそういうこともあるかもしれないんですけども、そういうのもねちゃんと考えて強度とかもね強くしてあって、でそれで使いやすい、そんなね竿に仕上がってるんでね、ぜひともこの竿をね使ってもらいたいなって思いますね、まさしくこれから始めたいっていう人はね、絶対手に取ってほしいですよね、そうですね、一回揃えちゃえば、もうそれでねずっとあの行けるんで、そうですね、うん、遊漁権と取りたいだけですからね、あとそうだね、はい、うん、遊漁権もね、あのその川その川によってね、その日だけの日釣り権、あとは自分の、ね、近くの河川で毎回こう行けるところだったら年券って言って、まあ、年券だと1万円ぐらいで、そうですね、まあ、いろいろ値段はありますけどね、日釣り券で2000円とかね、でその、ね、年券でも買っちゃえばもう自分家の近くだったらね、行けるんだったらもう毎日それでもただおとりだけ買ってもらってね、確かに半年間ぐらいは行けるんですもん ね、 そうです ね、 ね、結構他の釣りでもね、はい、あの、はい、その日その日かかる金額から比べると、うんうん、おとり代だけで遊べるっていうのは、またそのおとりもまた家帰って食べられますからね、間違いないですそうですね、はい、ちなみにゆかわくんが鮎釣りを始めたきっかけってどんな感じなの？僕はその田舎も小佐川にあるので、まあ、その環境的にその鮎釣りっていうのは、まあ、親父がやってたりとか、あの知り合いがやってたりとかはすごいしたんですけど、でおとり屋さんとも仲が良くて、うん、でこう一回やってみたらみたいな感じで、でも引きはすごいよっていうのをすごい聞いてて、あの当たりとかね、その引きにこんな魚にねすっげえ振り回されるんだって、で実際初めて見て教えてもらいながらやったら、やっべってなんだこりゃみたいなね、もうほんとその引きの強さとかで、結局当たりとか釣る難しさとかにどん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 自分の今まである程度いろんな釣りってしてたと思うんですけど、その中でこうあんまりこうままならない釣りってなかったんですよね。だけど本当こう思うようにならないけど、釣れた時の嬉しさとか、もう予想以上の引きであったりとか、すっげえそれでのめり込んでいった感じですね、うん、始めたきっかけっていうのは、はい、そうだよね、あの本当にやったことがない人だと、はい、20センチぐらいから、まあ、後半になって大きくなるとね、もう30センチぐらいになる魚もいるけども、はい、あんな小さな細い魚アユが、はいはい、あんなにすごい当たりを出してあんなに引きずり回される、うんうん、っていうのって経験しないとわからないと思うんだよね。わかんないですね。でやっぱりこう映像見てとかでやってる人の見てても、うん、本当簡単にやり取りしてスッて抜いてサッて受けるじゃないですか、うん、あれだけ見てるとなんかそうね難しいようには感じないけど、うん、やってみたらなんだこりゃみたいなねリールのない釣りのこの、ね、スリルとか楽しさとかで、その難しさとか、やっぱりそれがすげえなって。そうなんだよねそこだよね、はい、だから友釣りってさ、ほとんどが延べ竿、そうですね、リールもない、はい、ガイドもない、はい、ね、本当に穂先に、仕掛けを縛って、それで魚を操作してかけて、それを取り込む。そうですね。ね、世の中あんないい機械のリールっていう素晴らしいものがあるのに、うん、なぜついてないのっ て、 言って、うん、でもそれだからこそ、そうですね、うん、その大きい魚を取ったりとかね、そういうのが大変なんだけども、うん、取った時のね、あの達成感とかめちゃくちゃありますね。ね、はい、だってその一匹を大事にしないと次につながらないじゃないですか。そうなんだよね。ね、だからバラした時の悔しさも、うん、普通のね釣りよりもっと悔しいし、やっぱりこの一匹取れんかったからもう今日のゲーム終わってしまうとかあるじゃないですか。やっぱりこの感情が大きく動くっていう、うん、それがすごいなって思う。そうだよね。もうガン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 攻めていくとおとりを弱らせちゃうとか、でも攻めていかないとただただおとりをそこに置いておくだけだと、展開が変わらない。
そのね駆け引きとかもいろいろあると思うし、そうですよね。でさ、よくさ、はい、言うさ、はい、その最初にさ俺も聞いた時に、ああ最もだなって思ったのがマイナスのある釣りって。そうなんですよ、ほんまにそうなんですよ、ね、普通の釣りってマイナスにならないですもんね。ゼロから始まって釣れなければゼロで終わるんだけどね。そうそうそうですよね。マイナス2、マイナス3とかに なり得るんでね。そうなんだよね。本当にこんな釣りってすげえなと思って、それが余計にさらに悔しいっていうかね。マイナスがある釣りっていうか、もう根本的にその鮎の友釣りっていうのがね、はい、どんな感じかってわからない人もいると思うんですけども、あ、そうですね、まあ、川の、ね、はい、システムとかそういうのもあると思うんですけど、うん、まずはねおとり鮎っていうのが必要かっていうとことかね、ちょっと詳しく説明してみたいんですけども、はい、川でね鮎を釣るっていうと、ほとんどが、友釣り、友釣りを最初にやろうって思うと、そのおとり鮎がないんで、それをおとり屋さんが売ってくれてるんで、うん、そのおとり鮎をまず買います。で一匹じゃ不安なんで ね、 そうですね、何があるか分からない、さっき言ったようなマイナスっていうことがありえるんで、鮎釣りっていうのは、はい、それなんで2匹から、まあ、3匹、うん、まあ、普通だとそのぐらい買ってってもらえればいいと思うんですけども、はいはい、それで買ってきたおとり鮎、それを鼻管通して針をつけて釣り始めますね、うん、でね鮎っていうのは、その野鮎、はい、かかってくる鮎っていうのは元気な鮎、それにものすごく反応して、うん、かかってくるんですよね、うん、普通の釣りっていうのは、まあ、餌ルアーとかで、それを捕食する、うん、ね、魚、はい、口を使わせて、うん、食わせて、釣るのが、まあ、ほとんどの釣りだと思うんですけども、アユっていうのは野アユがね、石についた苔、それをね、食べて、成長するんですけども、そのね石についてる苔、それをね、自分のところだって、自分の餌だって野鮎がそこにあの縄張りを持ってるんですよね、うん、でその縄張り意識、それを利用して、そこに元気なおとりが入ってくると、そのそこで縄張り持ってるやつが俺の餌場に何しに来やがったって言って体当たりしてくるんですよね。それで、体当たりさせて針にかける、縄張り意識を利用した、うん、これってね昔からあるもう日本独自の、うん、日本古来の釣りっていうことらしいんですけど、もともと今ではね他の国でもやられてるところもあるんですけども、はい、そしてそのかけた、野鮎、はい、それが今まで川の中にいた元気な鮎ですよね、それを今度またおとりに変えて、でそれをまた川の中の縄張りを持ってる鮎のところに入れていくっていう感じなんですけども、何回もおとり買ったんだから何回も同じのでいいだろうって思う方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり何回も使ってると弱ってきちゃうんですよね。そうですね、はい、で野鮎がいても弱ったおとりを入れると、野鮎がこの魚はそんなに餌を食えねえだろうとかって相手にしなくなっちゃうんですよね。そうするとせっかく魚がいても追ってこないっていうようなことがあるんで、それを新しいの新しいのだから、かかってる人は次々に新しいおとりになるんで、どん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 いい循環になるんだよね。そうですね、はい、うん、間違いないですね。そうなっていくとね、本当入れがかりになって、かかんなければかかんないで循環がどんどん悪くなって全然かからない、うん、同じ場所をやってもいいおとりを持ってる人だと釣れると、うん、ね、そういうねおとりを弱らせないとかね、いいおとり取れたからじゃあそこのポイントに行こうとかね、うん、そういう攻め方をしていくと釣果が伸びるとかね、うん、そんなのがあるよね。そうですね、うん、弱ってきた時に焦るっていうか。そうなんだよね。じゃまたこの弱ったおとりをどういうふうにどこのポイントに持っていって次の新しい元気なのをかけるかとか、そういろ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 やったことない人だと、うんうん、こう川をぶーって橋とかさ、うん、車で通ったりすると、はいはい、ぼーっと川の中に長餌を持って立ってるだけで釣れる、はいはい、釣ってるって思われると思うんですけど、はいはい、やるといろんなことをしてるんだよね。いや、もうめちゃめちゃせめぎ合いあるんです ね。 そうなんだよね。いや、この場所やばいかなとか、もうちょっと寄れてるところに入った方がもう釣れるかなとかね。さあ俺こうやって持ってるだけじゃなくてね、その糸のテンションを変えたり竿の、ね、角度を変えたり、うん、自分の、ね、立ち位置を変えると、うんうん、おとりの入り方が変わるとかね、うん、いろんなことをね考えれば考えるほどどんどんそれが、ね、当てはまって連れていくと、うん、
どんどん楽しくなってくるんだけど ね、 そうですね、気のいいやつを早く取りたいですからね。そうなんだよね時間がかかればかかるほどお取り合いが弱ってくからね、うんうん、逆パターンになってくからね。そうですね、うん、だから循環させないとマイナスになるっていうことなんですね。そうなんだよね兄貴はなんで始めようと思ったんですか。自宅がもう本当川のすぐ横だったんですよ。あ、はい、なんで近所の人たちがもうみんな鮎釣りをしてるみたいな、もう鮎釣りの盛んな川なんで、はいはいはい、もう近所の大人の人たちみんな鮎釣りをするような、で自分の親父もやってたんで、はいはい、もう小さい頃からもう休みの日はもう親父に連れて行かれて、もう川でずっと遊んでるような、はい、まあ今じゃ考えられないようなあれかもしれないですけどもう川に大人の人らみんな鮎釣りをしてる、はいはい、で子供の俺は川でなんか泳いだりなんかしてちっちゃい魚釣ったりして遊んで夕方になって帰るっていうような、でどん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 体力もついてきてちょっと竿が持てるようになったら、じゃあお前もこれでやれっていうような感じで、子供の頃から身近に鮎釣りがあったっていう感じで、もう必然的に始めたような感じですかね。もう子供からすると鮎釣りをやってるっていうのはもうかっこよくて、あ、そうでしょうね。でも環境にあればね、もう絶対そうですよね、うん、長い竿を持って、うん、それでね大人たちがねでかいの釣った何釣ったなんていう、もうやるのが当たり前だったようなところで、そういうことですね、うん、実際にでもやっぱり現場で見てたらかっこいいですもんね。昔なんかね、自分たちが始める時っていうのはそういうの環境が整ってたんだけども、やっぱり、ね、そうじゃない人とかね、うん、もう海の近くしかないとかね、ルアー釣りばっかりのとこなんだっていう人だと、やっぱりそれ始めるきっかけっていうのはねないからね、余計今回みたいなね、うん、感じで興味持って始めてもらえるとそうです ね、はい、いいかなと思うよね。めちゃくちゃ嬉しいですよね、うん、ソルトタックルでさ、ロッドとリールを揃えるっていう風に考えると、はい、もうこの9ヤードも、定価でね6万円ぐらいなんで、ソルトやってる方とかね、うんうんうん、ルアーをやってる方がここを買ってもらうっていうのも、はい、そんなに高いあれではないのかなって自分なんか思うんですけどね。そうですね、うん、本当にそうですよね。そのぐらいの感じだったら、うん、チャレンジしてもらいやすいんじゃないかなと思うんで、本当楽しい、ね、こうタックルなんでね、揃えていただいてぜひともやってほしいなと思いますけど、ね、そうだね、はい、ぜひともそのあゆ釣りにね入ってもらってね、あゆ釣りの楽しさみんなにね、はい、感じてもらいたいですね。ですね、はい、絶対やってほしい初心者用のアユ釣り動画なんかも島の TV の方にね、うんうんうん、アップされてるんで、はい、もしね興味ある方はね、ちょっとそちらの方なんかも参考にしてもらえると、うん、こんな感じでアユ釣りってやるんだなんていうのを分かりやすくね説明してますんで、そちらもぜひね参考にしてもらいたいなと思います。そうですね、アユ釣りやりましょう、ぜひともね、はい